ロボットチャンネルロボママとわたるです。わたるくん、夏休みが始まりますね。はい。もうこれみんなが見てる頃には多分夏休みも始まってると思うんですが、学校が終わり、あれ持って帰ってきたでしょ。はい。見せてください。はい、あゆみです。はい、小学4年生わたるくんのあゆみ交換。はい。どんなんやったかな、忘れたの。忘れた。でもなんか丸が2個とか3個とかあったような気がするんだけど。ちなみにわたるくんの歩みは30丸20丸丸です。1とか2とかではありません。じゃあ発表します。もう見た、自分の歩み見てない。今初めて見んの。あ、そうなんだ。20丸が多いな。ほんで1個丸で20丸で30丸1つで、まあ、こっちは行動やね。で優れているところにだけこっちは書いてあるっていう感じですね。で、まあ、二重丸っていうのはできるやから、すんごい特別できたわけじゃないけど、まあ、普通にできたんやろな、きっとな。で、この丸っていうのが本当やな。努力しよう。一個だけありました、残念ながら。はい。社会。社会の社会的事象から問題を見出して追求し、その事象の特色や相互の関連などについて思考判断し適切に表現しているっていうところが努力しようですね。それ苦手だよ俺。苦手な。まあまあでも面談でも先生がちょっと社会が苦手なんかなみたいな感じで言っとったな。いやそしてこの30丸よくできる、これは、はい、来た、図画工作。わたるの得意な図画工作が来ました。自分の思いで作り出す喜びを味わおうとする。毎年さ、図工が得意って言うよな、わたるさ。先生もちゃんと見てくれとんやな。図工が大好きなのよ、俺。そして行動の様子で優れているとしてあるところは、自分でよく考え、課題意識を持って工夫し、取り組む。そして、もう一つは、相手の気持ちを考え、自分の好き嫌いや利害にとらわれないで行動するやって。おぉ。何何の。ちょっと2つしかないな、もう。まあでも、だいたいここはそれぐらいちゃうか、みんな。そんないっぱいいっぱい丸してあるもんじゃない。これ全部丸してあった。ある人多分おる。おる？ほんまに？知らん。いやでもさ、ここに優れているで書いてないところも、ロゴママから見たら全然、例えば生命や自然の素晴らしさに感動し、自他の生命を大切にするとか、わたるめっちゃ優れとうと思うし、他にも全然優れてるのはあると思うけど、まあ先生から見て特に優れているやつにつけてくれたと思うね。あと英語があるんですけど、まあ週1回あるかないかぐらい。週1回あるぐらいはある。多分まあそれぐらいのレベルの回数しかないんですけど、まあ一応面談で言われたのはすごく発音がいいとね。わたるくんの発音が良くて、みんなすごいねって言ってくれてるんですよっていうのを先生が言ってました。で、この歩みの方にも、まあ、積極的に交流できていますというふうに書いてあります。おー、外国語やん。おー、そうそう、外国語ね。あ、外国語がそこにあるとは思わなかった。あと先生からのお知らせは、明るく大きな張りのある声でクラスを活気づけてくれました。活気づけてくれる、元気づけてくれるってことだな。朝の健康観察や配膳室でのごちそうさまなど気を抜くことなくしっかりと伝えられました。たくさんの友達の良さをソーラン節の練習をして発見できました。あ、そうやね。なんか毎年わたるは本当に挨拶が大きな声でもう自分から進んで言えるっていうのは、それは当たり前や。え、でもそれはできない子もおるわけやん。その中で 俺にとってはそれは絶対に当たり前。そうな、当たり前にしないといけない。そうやな、まあ、せなあかんことやもんな。まあ、それはいつも毎回どの先生になっても言われます。で、
結構今年は特にですけど、まあ、渡るくんはクラスでもなんか面白いことを言ってみんなを笑かしたりとか、まあ、雰囲気を明るくさせるようなムードメーカー的ちょっと存在なのかなっていうのを、先生の話を聞いてね思いました。そうなんいやでも渡るくんのことが大好きですって書いてくれた子がおったって言うとったよ先生がさ。男の子男の子やったら結婚できる。いやそういう意味じゃないよ。あそうなんだ、うん、だから友達として渡るくんが大好きやっていうのをわざわざ授業で文章書くときに書いてくれとっていうのはすごいことや、うん、それだけ渡るのことが好きってことあの友達としてなその人には感謝や感謝そうやな大事にせえよ、まあ、みんな全員大切にしなきゃいけない、うん、そうやなお友達は大切にしないといけないね。そんな感じで渡るくんの今年の歩みそして懇談が終了しました。えはい、あ次の2学期頑張りたいことありますか。音楽会でお客さんを驚かせるぐらいの演奏を弾くそれといつも通りけじめをつけて。けじめをつけ、うん、けじめつけてない時がちょっと多い。あじゃあ喋ってもたりとかってこと。そういうことじゃなくて喋ってもたりとかはまあある、うん、あるんかい、うん、ある時とない時がある、うん、な何にけじめをつける。姿勢とか後ろ向いたりとかあ、かわいいそれみんなするけど、あついな、ついちょっとご飯の時はちょっといい。ご飯の時さ、あ、昼ご飯音楽会とは別の話。あ、うん、うん、昼ご飯の時さ、こうやってちょっと待って待って、たけるちゃん、カン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 さっきからめっちゃ音聞こえてますけど、うん、うん、後ろ振り向いたりもしたらダメっていうのことはまあ今は今わかった、うん、今わかった。いや今ちゃうわ今ちゃうわ今言ういつや知らんよ。なんや今自分でボケたやつまあさっきの話はなしなし。まあ元気にしていきたい、みんなと仲良く、うん、話したり遊んだりいいこと、思い出がいっぱい作れるようになりたい。いい思い出だな、うん、それで2学期の最後らへんとか作文多分かと思うから、うん、それにそのいっぱいある思い出を書いて、うん、3学期までの作文を全部俺の思い出としてそれをかざしたりして、かざしたり、うん、かざせるやん。何を作文を飾ったりな、かざしてどうか飾ったり自分の思い出を作りたい、うん、作るのがいい思い出をな、うん、目標。はい、じゃあそのいい思い出を作る前に夏休みまず家族とねいい思い出を作りましょうか、うん、夏休みも、はい、まあ全部いい思い出になったらいいな。そのためにも夏休みの宿題しましょうか。あはい、というわけでこの動画少しでもよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。ロボットチャンネルの Twitter、Instagram、TikTok もフォローしてね。バイバーイ。バイバーイ。いつもこれが言いたいんけど、できてね。美味しい。